明けましておめでとうございます。2022年もレインボーユニオンよろしくお願いします。おめでとうとは申し上げましたけれども、全然おめでたい雰囲気ではありません。新型コロナどういうふうになるのか不安に思っていられる方もいらっしゃると思いますし、まあ、一方で食料品が値上がりをしてみたり、私たちの生活がどうなるのか、この情勢でですね、というような状況なのかなと思っています。さてちょっとネットの方で見ていましたところ、たまたまなんですが数学の問題が出ていました。まあそこまで基礎ではないかもしれませんけれども、まあそこそこなのかなとは思ったんですね。で、まあ一番目の問題は因数分解ができればこうわかるかなというようなものですので、全くの基礎ではないけれどもちょっと一歩進んだみたいな、まあそういうところです。で、一番最後になると、これはもう池の面積がというふうに言っているところで、まあ明らかにこれは応用問題というふうになるんだろうと思います。まあどうでしょうかね、国語とかよりかはこう算数とか数学っていうのはこうはっきりとよくわかる人とあまりっていう人のこう差が激しいようなものなのかなとは思うんですが、まあ分かっても分からなくても、まあ日常生活上困るということはまあそうそうはないかとは思うんですが、これが労働問題ということになると全く違います。実はその労働問題もこういう問題とまあ似ているところ、まあ基礎と応用というようなところ、そういったところがあるのかなと思いますね。私たちが労働問題に直面をしたとき、まあ最初は、なんでっていうふうに思うでしょうし、その次にこれは一体どういうふうに解釈をすればいいのかというふうなこともあるでしょうし、で、まあ労働基準監督署に聞いてみようかな、インターネットでちょっと調べてみようかな、まあそんなことしてもしょうがないよなっていう風な感じにこう思ってくるかと思うんです。で、それをもうちょっとこう分割して考えてみますと、まず最初に自分自身の人生の哲学がどうであるのかというところからスタートします。例えば、いや私はどうせこの会社の不条理に対してもう受け止めるしかなくて、もうしょうがないよね、変えられないよね、無力だよねというふうに思っている人ならば、ここから先も進みようがありません。一方で、いや私も何かできるんだ、この組織とか社会を変えることができる、そういうことを思っている人であれば、まあ確かにそのすごい、なんて言うんでしょうね、王様みたいな権力は持ってないけれども、でもできるというふうに思っていれば一歩先に進むことができます。で、二つ目に知識ですね。知識を身につけていれば、これが正しいのかおかしいのか、どこはどうなのかということを理解することができます。まあ、ただ労働法の関係で言うと、まああまりこう学ぶという機会はありません。まあ小さい頃は家庭で、まあもうちょっとするとまあ学校で、まあ大人になってからは実際に働き始めてからというようなことがまああるのかなとは思うんですけども、まあ今の時代は身につけてはいなくてもインターネットで検索するということはできます。ですので、まあこうしたところから知識を得るということは昔からは考えてはまあいいのかなというふうには思いますね。で、最後が問題なんですが、自分の哲学があるよ、知識もあるね、問題はそこから
行動を変化させることができるかということになります。つまり今までは日常の仕事暮らしだった。だけどトラブルに巻き込まれているというのは非日常に変化をした。当然非日常の世界に飛び込んだわけですから、今までと違う行動を取らなければならない。まあ先ほどの数学の問題で言えば、ここは応用問題になります。突然こういう状況になったらどうしますかというふうに言われるわけです。もう何かの式は与えられる状況ではなくて、自分で考えて自分で作ってねという、そういう状態になるわけです。つまりこの3つ、哲学と知識と行動変化というものをまあ掛け算にすると、その次に私たちには成果が待っているということになります。相談で多いのは、やはりまあ哲学と知識は持っていても行動変化にまで至る人がまあ少ないということでしょうかね。まあ労働組合に加入をして、そこで行動をすることによって、まあ正直成果がですね、その形になるかと言われると、まあ例えばお金になるかとか自分の名声につながるかといえば、つながらないことの方が多いと思います。まあそういうふうなのが多ければ、まあこんな社会にはなってないんじゃないかなと思うんですが、ただその行動することによってですね、やはり自分の誇りを取り戻すことはできるし、その次に自分がそうならないようにすることもできるし、また他の人がそれと同じようなトラブルに直面しないようにするということは可能になります。まあもちろん最後は自分の生活を維持する、壊さない程度にですね、行動変化をということになりますから、どこまでっていうのはその方に最終的には委ねられるわけですけれども、まあこの国においてはですね、最低限度の法律は守る、ただしそこから上の向上する部分については私たちの手で頑張る、具体的には労働組合で頑張るということになるので、ぜひですね、何かトラブルに巻き込まれた時は労働組合に加入をするというふうな知識はぜひ身につけておいていただければなと思っています。レインボーユニオンは労働組合です。ただ何々会社労働組合というような労働組合ではありません。自分がどこの会社に所属していても、その地域にあればその労働組合に加入することができるという、まあ、地域労働組合、まあ、一般労組と言ったりもしますけれども、そういった類の労働組合になります。まあ正直言って、何々会社労働組合みたいにもう何万人も組合員がいて、職員を自分たちで雇っていて、何かをさせるというような、そういう労働組合ではありません。自分たちができる範囲内でいろいろと手伝うよという、まあ、そういうものになります。ですから、まあ、どこかで勝手に何かが進んでいました、その労働組合に相談したらなんか上司に筒抜けでしたみたいな、そういうことはないです。その分、まあ、安心できるんじゃないかなとは思いますけれども、まあ、そうした労働組合に加入してみたいなという方いらっしゃいましたら、下の概要欄のところにコメント欄ありますので、ぜひコメントの方をお願いしたいと思います。まあ、自分の、どういうふうな人なんですということをコメント欄に残したくなければですね、同じく概要欄のところ、メールフォームと LINE のアカウントにつながるリンクがありますので、そちらの方からご連絡いただければと思います。この動画良かったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ。